西武バス小平営業所。西武バス小平営業所は、東京都小平市小川町に位置する西武バスの営業所である。小平市を中心に、東大和市、立川市、国分寺市、東村山市、清瀬市、東久留米市、小金井市の路線網を持つ。2008年2月1日より IC カードシステム、パスも、スイカの運用を開始した。現 小平営業所の前の停留所は、その名の通り、小平営業所であるが、立川営業所を一時統合した際に、小平営業所へバス停名を変更した。以前は、立川車庫なども含め、小平車庫という停留所名であり、従って行き先も、小平車庫行きであった。立川駅北口へ乗り入れる西武バスで、唯一、小平営業所が管轄する路線。 関内屈指の最終力路線で運行本数も多い。かつては方向幕に第三小学校経由と書かれていた。武蔵小金井と清瀬を小金井街道で一直線に結ぶ路線。2005年に滝山営業所から遺憾、武十五と久留米西団地域は一部された。武十三は1989年9月の運用。持ち替えによって清瀬営業所。 現在の新座営業所の前身から滝山へ移管され、その際に滝山が出入庫系統である新十一を新設した。滝山移管をしばらくしてから滝山営業所バス停まで延伸したが、古代来館によって滝山団地バス停発着へ短縮された。出入庫も兼ねる部十五は一部を古平へ移管し、武蔵小金井で部十三と部十五を交代している。 営業所への改装は、基本的には新大梅街道経由である。2016年4月1日、農薬試験場バス停が、他の武蔵小金井駅小金井公園花小金井駅、発着路線と共に、小金井公園北バス停に、名称変更された。小平駅から、大梅街道、小金井街道経由で運行される。以前は、大梅街道停留所から、 小金井街道に入ると、武蔵小金井駅まで、小金井街道を直進していたが、2000年の再編時に、小平団地中央、日立国際電気経由に変更された。2015年3月末でも、工術、客中にある通り、運行本数は最盛期に比して寂しいものとはなっているが、とえば数名70系統とは、大梅街道熊野宮前館で、 今なお共通定期券の取り扱いを止めてはいない。部17と同じく、小平と武蔵小金井を結ぶ路線であるが、こちらは、学園東町を経由する。部20は従来は、赤市や通り経由で運行していたが、小平市、コミュニティバス、二次バスと、経路が重するため、2008年12月16日から、学園東町経由に、経路を変更している。 出入庫系統である部19は、都営バスめ70系統と小平駅南口、小川島へで、経路重複している。部19は、一橋学園駅山王住宅間は、往路と路で経路が異なる。道路事情の関係で、先の部17、花12と共に、中型長弱車を中心に運用される。国分寺駅、北入口から、山王住宅付近を経由する路線は、 数回の経路変更や行き先変更などを重ねている。起点の国分寺駅北入り口停留所はかつて国分寺車庫という名称だった。下記の武蔵野美術大学方面線を含め国分寺駅北入り口からしばらくの区間は西武多摩湖線に並行するバス専用道路を走行する。2008年12月16日に寺62の路線形態が見直され、 新小平駅非経由に変更と同時に、平日日中の運転に変更。新たに、国分寺駅から新小平駅の需要増に応える、形で、寺64.64 64から1が新設された。国分寺駅から連着通り、府中街道経由で、小平市小川町の武蔵野美大、一部は小平、営業所まで運行される。 2018年3月16日より、武蔵野美術大学停留所が、新たに整備されたバス折り返し場内に設置され、それまでの終点だった武蔵野美術大学停留所が、武蔵野美術大学正門に、高野大停留所が、水車通りに、津田町停留所が高野大駅入口にそれぞれ、解消された。また小平営業所発着便は、大梅街道から小平点三三道路経由に、 変更され、小平第十二小学校停留所を新設、営業所行きのみ、小川三佐寺停留所を経由しなくなった。武蔵野美大の最事美には、途中無停車の臨時直通バスが運行される場合がある。かつては、巻取式方向幕で終点の武蔵野美術大学の、表示は、小川上塾美大前、小川上塾、武蔵野美大前とされていた。また、高野大停留所は、 高野台駅からは、離れているため、電車を利用する際は、津田町停留所での下車を促すアナウンスが流されいた。2011年11月19日に土曜、被災日のみ運行を開始したが、東京都シルバーパスは利用できない。立川駅南口和率72と同じ1番乗り場から発車する。西武バス便は、前乗り中降り、立川バス便は、 中乗り前降りと乗降方式が違う。時期不明だが、小平営業所と立川営業所で共同運行となっており、2018年3月16日の路線改編で更新された際路線図に小平営業所の路線図にも反映された。立川営業所に移管された路線は、西武バス立川営業所を参照のこと、以下は一般乗り合い免許による路線バスではなく、 貸し切り免許での無料送迎バスであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。